こんにちは、ごまおです。本日はですね、VYMHDVSPYD、これの増配が決定しましたので、これをね、動画にしてお伝えしたいと思います。2020年12月ですね、それぞれね、増配が決定しました。コロナを耐えたご褒美っていうね、感じがしますね。どんぐらいね、増えたのかっていうのをお話しできればと思います。この動画のコンセプトは、あなたのお金に関する不安を消したい、お金の知識、生き方、働き方を伝えるというね、ごまおの思いを具現化しております。資産運用歴4年、資産運用額2000万円、米国株 ETF 中心のポートフォリオを持つね、ごまおがお送りしていきます。この動画を見るべき方はね、コロナで米国高配当株 ETF の配当金がどうなるのかと思っている方、ね、9月はね、実は下がっていましたよね、これらのね、高配当株 ETF、VYM、HDV、SPYD ね。これらどうなったのか、12月はお願いしますって方多いと思うので、ここら辺ね、詳しくちょっとお話しします。ごまおの属性簡単に、30代の男性で、子供2人、地方転勤の中小企業会社員ということでね、まあ普通の庶民って感じですね。2016年より投資を開始しておりまして、米国株、イデコ、ニーサ、仮想通貨なんかもちょっとやったりとかしているっていう感じです。はい、それでは、結論から参りましょう。米国高配当株 ETF の増配一覧表をね、SBI 証券のデータとともに、こう、お伝えしたいと思います。で、これ見方なんですけど、まあ、左から、これ VYM ね、HDV、SPYD ってあるんですけど、この動画撮ってる段階では、まだ2020年12月に配当金いくら出たかっていうデータがね、まだ更新されてないので、まあ、速報からね、ごまおがこう抽出したこのデータをこの上に書いてあります。2020年の12月、VYM は、1株あたり 0.8096 ドルっていう配当金が出たっていう結果になってます。はい。で、これがね、VYM って年間、まあ、他もそうなんですけど、年間4回配当金が出ます。3月、6月、9月と今回12月に出ますね。で、毎回ですね、一定じゃないんですよね、配当金が出る額、金額っていうのがね。この2020年3月は 0.55 ドルだったのが、6月は 0.83 ドルっていきなりすごく増えた。でも9月は 0.70 ドルってちょっと下がったみたいなね。これバラバラなんですよ。ね、毎回ね、同じぐらいの額出してくれればいいのに、その四半期ごとにね、出す額がバラバラっていうね、感じなんです。でもまあ、これを、まあ、4回の出た額を、まあ、合計で合わせて、それで、まあ、初めてやっと年間の、配当利回りっていうのが、まあ、わかるみたいな感じではありますけれどもね。うん。まあ、そういうシステムだっていうのを分かっておいてください。だから、この12月期と9月期の配当金をそのまま比較するっていうのは、まあ、あんまり、得策じゃないっていうか、そのね、月ごとにね、変わってくるので、で、どこと比べるのがいいかっていうと、その前年同月比ですね。2019年の12月に出た額と比較して、まあ、増えてるのか減ってるのかで、まあ、増配してるのかっていう、まあ、指標になるのかなと思います。はい。で、2019年の12月期が 0.7791 ドル出てたので、それと比べるとどうでしょう？この2020年12月ね、0.8096 ドルってことで増えてるんですよね。これ、前年同月比で見ると、プラス 3.9% だったので、これで VYM は増配してるっていうふうにね、そんなふうに見ることができるということになります。はい。で、これがだから良かったですよね。VYM ね。VYM ホルダー歓喜ですよ。やっぱね、嬉しいですよね。こうやって前年に比べてどんどん増えているっていうね、配当金がね、これが嬉しいことで。で、しかもこの2019年の1年間の配当金、全部合わせると 2.8418 ドルでしたね。で、2020年はこのまあ、2.0965 ドルにこの 0.8096 ドル足すんで 2.9 ドルぐらいになるんですよ。だから上回ってますね。2019年1年間の配当金を2020年1年間の配当金が上回ってるってことで、まあ、1年間で見ても増配してるっていうことになります。これはね、すごいですよね。やっぱ2020年コロナがあったんですよ。コロナショックがあったにもかかわらず、トータルで増配してるっていうことになりますので、どんだけっていう感じがしますよね。うん。あ、すごいんだ。もうなんかね、コロナなんてなかったことみたいになってるじゃんっていう感じはします。実際ね。いや、これが良かったということで。まあ、こんな感じでね、見れるっていうことですね。増配したかどうかっていうね。で、2番目の HDV っていうのを見てみましょう。HDV はね、どうだったかというと、2020年12月期に 0.923235 ドルが出ましたよってことになってます。で、これね、過去の見ると、こんなに出てるのはないんですよね。
0.9、まあ3月に、2010年3月ね、まあ、コロナの影響がまだ出るちょっと前ぐらいは0.91ドル出てたんですけど、それよりも多いですね、12月、今回ね、めちゃくちゃ多い。しかも、あの前年同月期、2019年12月と比べると、2019年12月は 0.77 ドルしか出てなかったのに、一気に2020年12月は 0.9 ドルまで、プラス 18.5% の増配になりました。いや、これはすごいですね。うん、HDV っていうのは、あの比較的こうディフェンシブな銘柄で、構成されているので、あのね、そんなに、この増配率ね、そんな高くなるっていう感じではないはずなんですけど、いやー、良かったですね。うん。すごい。これ年間でも、これが 3.5ドルぐらいになってて、まあ、2019年年間で 3.2 ドルだったんで、まあ 0.3 ドルぐらい上がってるのか。いや、すごいですね。これも増配。1年間通しても増配っていうことで、いや、HDV のこの安定感素晴らしいですね。しかも前回ね、9月、いや、9月ね、VM も SPYD もちょっとね、減配率が結構高かったんで、きつかったんですけど、HDV に関しては9月ね、これ2019年9月が 0.857 ドルで、2020年9月が 0.850 ドルということで、そんなにね、マイナス 1% ぐらいでしたね、減配率としてはね、だったんで、非常に安定感がありました。はい。ここが HDV のすごくいい特徴ですね。経済不況の状況でも、減配率が非常に低い、割と安定して、配当金を出してくれた、一番安定して出してくれたのが HDV かなというふうに思いますので、そこがね、非常に HDV の魅力かなというふうに思います。はい。で、続きましてですね、SPYD の話もいきましょうか。SPYD、これもね、良かったですね。2020年12月 0.606617 ドルの配当金が出ました。これが前年同月比ね、2019年12月が 0.49 ドルしか出てなかったので、これに比べると 22% アップっていうね、これがめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、良かったですね、これね。やっぱ問題だったのが9月だったんですよ。2020年9月の減配率がね、0.26 ドルしかもらえなくて、前年の2019年9月、0.44 ドルと比べるとこれね、マイナス 42% ぐらいだったんですよ。この時にね、SPY ホルダーはね、本当に辛かったはずなんですよ。で、ちょっと売っちゃったって人も多かったのかなっていうふうにね、感じてますけども、これがね、まあ12月、今回ね、2020年12月は、ちょっとそれが、ちょっと解消されたといいますか、まあ、ちょっと取り戻せたかなというふうに思いますので、これが、ま、非常に良かったかなというふうに思いますね。SPYD ね、保有してた方おめでとうございますという感じですね。はい。まあ、やっぱ耐えたご褒美ですよね。このね、コロナショックを耐えたというね。まあまあ、これからも先はちょっとわかんないですけど、どうなるかね。まだ収束したわけじゃないんでね。わかんないけど、まあ、ね、それでも、まあまあまあ、この12月の時点では、まあそんなに悪くないかなっていう感じがしますよね。はい。で、年間を通してなんですけど、まあ2019年1年間で 1.74 ドルもらえてたのが、2020年だと、まあ今合計すると 1.63 ドルぐらいなんで、まあちょっとね、年間通したらちょっと減配っていうのは、まあなってしまうんですけども、やっぱり9月のね、減配率が高かったのがやっぱりすごく響いてるんで、ちょっと年間通しても SPYD だけはちょっと減配になってしまいましたけど、まあこの12月分でね、ちょっとだけ戻せたっていうのは結構大きいかなというふうに思います。2021年はね、まあそこまで、この9月の時ほどね、悲観することはないのかなっていうね、まあ淡い期待かもしれないですけども、まあ希望は見えたのかなというふうには思ってますんでね。ごまはもう、この3つね、それぞれ持っているので、保有してますので、まあ、それぞれのね、特徴とかが、まあ、非常にやっぱ、この2020年、色濃く出て、あ、そういうことかっていうのが、なんかすごくよく分かった年ではありましたね。ね、こういう増配率とか、ちゃんと比較してみると、まあ、それぞれの特徴が浮き彫りになってくる。で、その中で自分がね、一体どの ETF をね、持つのが一番ね、適正なのかっていうのもちょっと分かってくるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いますね。で、直近の配当利回りもちょっとね、こんな感じで見てみますと、まあ、出典はブルームバーグのね、ページから持ってきてます。直近配当利回りっていうのがね、分かりますね。ここを見ると分かるんですが、これは VIM だったら 3.61%、HDV だったら 4.23% ね。
で、SPY ではチョコ、これすごくないですか ?7.51% ですよ。ETF ですよ。SPID は80銘柄に分散している ETF にもかかわらず 7.5% も配当金をもらえるわけですよね。で、高配当の個別株っていうのもいろいろあるわけじゃないですか。AT&T とかベライゾンとか。でもあそこら辺も 5、6% ぐらいしかね、配当金もらえないはずなんで、それよりも高い ETF なのにこんなにもらえるってやっぱすごいんですよね。まあ、不動産系とかに、ね、リートっぽいやつとかね、ああいうのに、まあ、投資するっていう、してるっていうね、銘柄的にそういうのがあるっていうのが大きいんですけど、まあ、こんだけね、配当利回りが高いっていうのは、めちゃくちゃ魅力的ですよね。ちょっとやっぱ減配、瞬間的にこの減配っていうリスクが一番高いのが SPYD なんで、そこら辺をね、許容できるんだったら、この配当利回りはすごく魅力的なので、こういうのを持つのもいいのかなというふうに思います。ただ、やっぱ今年2020年9月の時点で 42% の減配というのがありましたけども、その時にちょっと辛いって思った方は SPYD を持たない方がいいと思います。もう5万はね、別にそんな時関係ないと思ってたんですよ。もう別になんか下がったなら、下がった時に買い増せるなとかいうふうに思えたし、まあ実際5万はまあ自動積み立てをしてたので、あんまり気にしなかったんですよね。買おうが、買おうという気持ちもそこまでないし、売ろうという気持ちも全然ないみたいな感じで、なんか自動的に買われてったなっていう感じで、ずっと SPYD を買ってました。っていう感じですね。毎営業日、一株買うっていう設定でしてたのでね、SPYD でね、そんな感じで買ってました。で、今回、まあ、HTV もやっぱすごく魅力的です。先ほども言いましたけども、やっぱり安定して配当金を、まあ、減配せずにもらえるっていう、しかも、まあ、これ 4% ぐらいのね、配取り回り出してくれるっていうのが、まあ、HTV のすごく魅力的な部分ですね。まあ、ディフェンシブな銘柄が多いので、まあ、その、キャピタルゲインみたいなものを狙うものではないので、そこら辺はね、もう割り切って、もう僕はもう配当金を安定的に、減配せずに出してくれるんだったら、それでいいんだって思う方が、まあ、HDV っていうのはすごく合ってるのかなというふうに思いましたね。ただまあ、銘柄的にはこの中で一番少ない75銘柄ぐらいでね、70銘柄か75銘ぐらいで構成されている ETF なんですので、もうちょっと、多い銘柄で構成したいって方は、まあ、VYM、420銘柄ぐらいで構成されているし、いるっていうのが魅力なんです。やっぱバランスがいいなというふうに思いますね。そこら辺の、まあ、流動性も高いっていうか、部分もありますしね。一番買われている、この中で一番買われている ETF なんで。で、その代わりですね、配当利回りがちょっとここからのものよりも下がると。まあ、3% 以上あれば高配当とも言えるかなっていうのは、ごまはなんとなく思うんですけど、ごまの時にはやっぱバランスが一番いい。まあね、インカムを狙うのはもちろん、キャピタルも多少は狙えるし、そのやっぱ銘柄数が多くてバランスね、よく分散できてるっていうのもあるので、まあ5万はこの VYM っていうのが一番好きで、一番メインでね、投資額も大きいっていうのがこれなんですけど、まあ5万のスタイルとしてはこの VYM を一番多く保有してて、HTV のこの安定感と SPY のこの配当利回りっていう魅力をそれぞれサブでね、まあ多少保有しつつ、まあ全体的な配当利回りも上がりますからね。配当金をたくさん得ようというね、そういうスタイルの投資スタイルという感じですかね、を5万を狙っています。まあやっぱ2020年やっぱこれらのそれぞれの特徴がね、すごく浮き彫りになっ5万の中ではすごく浮き彫りになって、非常に住み分けがこうしやすくなったなというふうに思いましたね。はい。で、普通言うね、まあ、今回コロナショック不況をね、経験した感想をちょっと並べてみますと、やっぱり本当今年ってすごく経験値上がったと思うんですよ、2020年。このね、まあ、今まで、まあ、5万は4、5年、株式投資やってきましたけど、この不況っていうのを、株式ホルダーとして迎えたのは初めてでした。この状況を迎えて、5万は、まあ、今後も株式投資をし続けていくという自信がすごくつきました。はい。なぜなら、その、狼狽売りとかしなかったからですね。はい。やっぱり不況で株価が下がった時に、売っちゃうって、焦って売っちゃう。狼狽売りっていうのは焦って売っちゃうことですね。それは現金なんですよね。やっぱり、基本的に株式投資を始めたっていうスタートって、やっぱ今後、経済は緩やかに成長していくだろうっていう、そういう前提に基づいて株式投資を始めたはずなんですよ。なのに、まあちょっとね、一瞬の株価の下落とかで売っちゃうっていうことは、あんまり、ね、その株に対して、まあ、向いてないのかなっていうふうには思います。
だむしろこの積み立てるべきっていうところで、下がった時にね、たくさん買えるので、そういうマインドになれたって人だったら、まあ、株式続けることができるのかなっていうふうに思いました。ごまはだからこのね、むしろ積み立てっていうのができたので、これはまあいけるのかなっていうふうに思いましたね。はい。で、むしろ積み立てるべきとか書きましたけど、5番は別に、まあ、売ろうとも思わなかったし、そこまですごく買おうとも思いませんでした、実際。なぜなら、まあ、自動積み立てでを設定していたので、気づかないうちに買ってたみたいな、そんな感じですよね。だからその自動積み立てシステムっていうのを、まあ、この上手に使うっていうのも非常に大事なことかなっていうふうに思いました。で、今回それぞれね、もう散々説明しましたけど、SPY で HDB、VIM のそれぞれの特徴をすごく把握できたなというふうに思いました。SPYD の年間配当はね、減配したんですけれども、まあ、配当利回り7%ぐらい今でも出てますから、それは本当に魅力的だなと思います。HDV の安定感ですね、配当、まあ、減配がほとんどしなかったので、こんな不況の中でも安定的に配当金を出してくれるって HDV の魅力ですね、も感じました。で、VYM は、これらの SPYD、HDV に比べて、構成銘柄数も多いですし、キャピタルゲインも、まあ、ある程度狙えるみたいな。で、3%以上の配当金も出るという、このバランスの良さですね。ここは、まあ、相変わらず、魅力をすごく感じるなというふうに思いました。だから、これらそうすると、まあ、今持ってる個別株っていうのを売却して ETF に移したいとさえ思ったっていうのが、まあ、素直な感想ですね。今年は本当に激動の年でしたけども、このコロナ禍での、ね、経験っていうのは本当将来に必ず生きるなというね、株式投資、ね、これからも成功させていきたいですから、これが生きるなというふうに本当に思いました。で、ごまのポートフォリオ、まあね、2020年9月時点のポートフォリオはこんな感じだったんですけど、個別株もちょこちょこ持ってて、アルトリアとか、AT&T とかね、デライゾンとかコカ・コーラ、アップル、PG とか持ってるんですけど、まあ、ここら辺を、まあ、徐々に VIM とか、ETF に移行していきたいなっていうのは、今年すごく思いましたね。すでにアルトリア、MO、アルトリアとコカ・コーラはもう全部売却して、HDV とかに移しましたね。はい。なんで、まあ、あとはそうですね、ちょっと AT&T が含みゾーンが出てるので、含み益が出てる PG とかアップルを一部売却してね、ちょっと相殺して、損出しとかちょっとしてですね、相殺して、VIM とかにね、ちょっと移行しようかなっていうのはなんとなく思ってますね。はい。こんな感じで、こんばんは。自分の投資方針もね、まあ、この1年で、少し変化を加えようかなみたいな、ふうにも思いましたのでね、皆さんはどうしますか？参考にしてみていただければと思います。で、今回ね、SBI 証券で ETF を自動積み立てできるよっていうのもお伝えしておきます。やっぱね、自動積み立てをするっていうのがね、この不況の時にすごく、大事だなっていうふうに思いました。だってもう、売りたいとか買いたいとかもう関係なしに、ちょこちょこもう買ってくれるわけですよね。あんまり考えない方がいいです。あんまり、このね、相場がね、激動してる時はね、もう、ずっと5万は株式投資続けるって決めてますし、やっぱブレたくないんですよね。ブレないためには、こういうのをね、考えた方がいいかなと思います。SBI 証券だけでしかこの自動定期買い付けっていうのはできないんですよ。この VIM とか ETF でさえ自動買い付けできるんですよね。はい。で、ドルを、SBI ネット銀行で外貨積み立てを利用すると1両につき2000っていう業界最安のね、手数料で、ゲットできます。それを資金移動手数料無料で、SBI 証券に移しておいて、で、そこでね、購入手数料0.45%っていうね、業界最安の値段で、ETF を買うことができます。で、NISA 口座ならね、買い付け手数料無料で VYM とかね、買うことができます。で、自動定期買い付けが可能です。毎週月曜日に1株 VYM を買うとか、そういうことも可能ですのでね、まだ SBI 証券で始めてないって方は SBI 証券の口座開設リンクを貼っておきますので、ぜひ、そこから口座開設してみてください。はい、こんな感じでお金の知識をね、どんどんごまを伝えていきます。今回は VYM、SPYD、HDV っていうね、人気の高配当株 ETF のね、増配が決定したというお話でした。こうやってね、こう配当金をね、徐々に徐々にこう積み上げていくと、月に何万円とかね、配当金が入ってくるだけで、かなりね、安心感得られますよね。自分が働かなくてもね、入ってくるお金、不労所得ですよね。こういうのが増えていくとね、今後の人生も楽しくなるんじゃないでしょうか。100年健康に生きるためにもね、長い人生ですから、お金の不安とか消していければいいかなというふうに思っています。
Kindle の電子書籍でこの本も出してますんでね、ぜひこちらも見ていってください。Kindle Unlimited なのね、入ってる方だったら無料で見れますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。